はい、じゃあ今日ファミコンのスパルタ X やっていきたいと思います。これ全5面だったかな。で、5面クリアすればまたループして戻ってくるんですけど、ちょっと待って、やり方がね、あれ、ジャンプは、あ、わかったわかった、こうだ。上がジャンプで B がキック、 A がパンチと。あー、危ないよーこれ。あ、まずい。確かに1面はね、この雑魚的にやられても、まあ、そんなに問題がなくて、ナイフ投げてくるやつだけ気をつければ、OK だった気がします。そう、これね、YouTube の企画で、あ、危ない。一回ね、スパルタン X とクンフーの違いはみたいな動画を作るときに、少しね、練習したんですよ。ただそれがね、もう2年ぐらい前の話なんで、あんまり覚えてないっていう。あれ、まだボス。あ、ちょっと待って、ナイフがいる、ナイフいる。ちょっと、そりゃひどい。挟み撃ちじゃん。ちょっと、これ確かね、下段キックだけで、なんかクリアすんじゃなかったかな。あれ？大丈夫。はい。はい、クリア。あっぷない。結構ギリギリ。だけど、これで、体力が確かね、回復したと思います。で、2面はね、なんか頭にブーンって投げてくんじゃなかったかな、確か。違ったかな。結構理不尽なステージだった記憶があるんですけど。あっぷない、あっぷない、よくカバーした今。あっぷない、これバカすんやったっけ。よっしょ、こうね。ちょっと進めないじゃん。これジャンプ、はい、こうこうこう、よしよし、あっぷない。ちょー、もう子供にやられた、子供にやられたよ、おじさん、子供にやられた。よし、よし。なんだっけ、ボス。あいつか、ちょっと思いっきり食らった。ちょっと待って、ちょっと待って、かわそう。あ、あぶねえ、あぶねえ、今食らったらやられてたじゃん。ブーメラン投げてる間は、無防備なんだ、あれね。はい、まあ、なんとか2面クリアしました。体力ギリギリと。さあ、クリアできて。あっね。え、読めなかった。まあ、行きます。多くない敵？あ、なんか多くない？こっち、白い服のおじさん一人だよ、こっち。ナイフ来た！もう、もう、じゃあ、あいつ嫌なタイミング。なになになに、ジャンプすんの、なにそれ。よしよし、もうわけわかんない、よくよくかわし、ナイフ来てる。よし、あれ地味にすげえ食らんだよね、ナイフの人。5、次6、ここでボス。なんか強そうなの来た。いや、どうすんのこれ、これでいける。あ、いけた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 、ちょっと待って、倒す、倒そう。あっぷね、あっぷな、倒してから行くのが成功法なのかな。とりあえず3面クリアと。4面ね、4面、何、あ、何、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あっ、やりづら、こうか、こうか。だってこのガみたいなやつにやられるっておかしいでしょ、これ。ねえ。鍛えてる人が、鍛えてる人がもうガーガー足に当たっただけですげえダメージじゃん。ちょっと、ちょっとしつこいしつこいしつこい。よしよしよし。じゃあやってくれた。やってくれた。ベストキットみたいなやつ。ちょっと。しかし、もう、何にもできなかった。はい、ということで、じゃあここで終了します。